新井の谷ダムは、岐阜県飛騨市、一級河川、神通川水系高原側に建設されたダム。高さ56メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、伊賀谷発電所、新井の谷発電所、新井の谷ダム発電所に送水し、合計最大56,900キロワットの電力を発生する。 岐阜県東上岡町、古くは奈良時代から採掘が行われていたとされる上岡鉱山で初めて電灯による光が灯されたのは1894年のことである。その電気は上岡鉱山が所有する自家用水力発電所からの供給によるものであった。鉱山及び高原側の水利圏を所有する三井鉱山は五大電力の一角。 大道電力と共同出資して、神岡水電を設立し、電源開発を推進。1924年に、跡津発電所。1926年7月に、中山発電所。1929年に、伊賀谷発電所と、3カ所の水力発電所が続けざまに、運転を開始した。3社の事業分担であるが、発電所の建設を、三井鉱山が行い、 完成後に、上岡水田へ譲渡。発生した電力は、三井鉱山が使用し、その余りを大道電力が引き取って、大都市圏に供給する、というものであった。その後、1939年になって、日本発送電が設立されると、1941年、上岡水田は、中山発電所、伊賀谷発電所を、日本発送電に出資。 1942年、伊賀谷発電所の上流において、日本発送電の委託のもと進めていた、浅井電ダム、東町発電所、薪発電所の建設を終えると、後津発電所を三井鉱山に譲渡し、解散した。1951年、日本発送電の分割、民営化に伴い、高原川における水力発電は、北陸電力が継承した。 同社は1950年代に神通川や上岸寺川など、いくつもの大規模な水力発電所を完成させてきた。1960年代に入っても、水力開発の手が休むことはなく、伊賀谷発電所に再開発の機運が訪れ、新たに、新井の谷ダム及び新井の谷発電所が建設されることになった。新伊の谷発電所は1964年に運転を開始。 伊賀ヤ発電所については、取水口を新井の谷ダムに付け替え、今日に至るまで運転を継続している。2012年12月21日、北陸電力は新井の谷ダムからの河川維持、放流水を活用し、最大5 0 0ットの電力を発生する、新井の谷ダム発電所の運転を開始した。ダム直下右岸に設けた建物内に、横軸フランシス水車と同期発電機からなる。 水車発電機を一台設置。設備は、明電車制である。年間400万キロワット時の電力量を発生し、年間1200トンの二酸化炭素排出削減を、見込む。岐阜県東上岡町、上岡鉱山から高原川に沿って、国道41号を北上すると新井の谷ダムに、至る。ダムには両岸に取水口が設けられており、右岸が、伊賀や発電所、 砂岩が新井の谷発電所用である。下流にある新井の谷発電所の隣にあるのは中山発電所である。高原川の支流、孫悟谷で取り入れた水を使用して発電するものである。伊賀谷発電所に先んじて運転を開始し、建設が進められている伊賀谷発電所の工事用電力を賄った。ありがとうございます。